さあゴーラス、心に火をつけるときめきの導火線、セクシーゴーラスピンク、深町とした制服に精神を捧げる海の色、ゴーラスピンク、クマかけたろ。というわけで、まあこの2人の組み合わせで、はい、あの世組だなですね。久々に1年ぶりらしい。おお、そんなになりますか。久しぶりらしい。あらま。だがその前に、はい、我々今ボロボロだ。満身創痍ですね。なぜかというとな、新曲の MV 撮影、つい先日、やりたてほやほや、取りたてほやほやです。取りたてほやほや、全身筋肉痛だ。すべて筋肉痛です。かなりフィジカル使ったからな。なのに なんか知らないけど、なんか動きやすい格好 させられてるんだ。嫌な予感しないか。これしますね。あと一個ごめんなさい、これ俺の気のせいかもしれないですけど、 T シャツ縮んでない？あれこれ縮んだってよりブルーがパンプアップされたんじゃないか。いや、それももしかしたらゼロではないかもしれないですけど、うん、丈もなんか短い。まあブルーが巨大化したのかもしれないぞ。いいか。まあというわけでな、はい、先月はイエローとホワイトがステータス検証を行ったらしいが、はい、ああつまり我々の番がやってきたということだ。筋力、知力、瞬発力、スマート力の4つ。4つ、うん、待て待て、もう嫌な予感するじゃないか。もうなんでよりによってなあ、この体のコンディションで。これ金の日だろ。これ今日金の日ですね。新曲の振りがずっとこっちの手振ってたから、あのここがもうバキバキになってますよね。肩と、ああ腕も、もこれは非常にまずいですよ。これはまずい、まずいです。こんな状態でやるなんて。ああ、まあだからな、ああイエローとホワイトは超えるぞ。それでも、それだとしてもそれでも超える。わかりました。というわけで今回は筋力、いや棒にぶら下がったタイムをタイムで採点を行っていく。はい、やっていこうか。はい、いくぜ。よいしょ。それではやっていこう。はい、ブルーの挑戦だ。用意は用意か。はい、スタート。すげえ回る。はい、待って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 、後ろ行く。これ後ろ行く。待って、キンクやばいです。これもしかして支えてないと安定感が。ピンク、これ腕が痛いです。腕が痛い。分かり、前腕が痛いです。分かりきっていたことだ、ブルー。これ今筋肉痛が悪化する。30秒、長いなこの2分。これピンク、マジで筋肉痛悪化しますよ。そうだな、これ人生で一番長い2分になることは予想されている。あとね、やっぱりね、怖い、これね、やっぱ回るの怖い。回る、すごい。この取っ手が回る。あー、それきついな。取っ手が取れるですよ、もう。しかしもうすぐ、今55秒、まだ今1分を迎えた。いやいや、これ無理だわ。半分だ、ブルー。ちょっと、これ半分だ。折り返し地点、指がもう降りてってるもん、回って。やばい、これもう、これ崖だから手離したら落ちる。さよなら、店員さん。おっと、ブルー、ここまでだったようだ。これね、ベストコンディションじゃないときにやるもんじゃない。ではやっていただきましょう。ピンクの挑戦です。よーい、スタート。意外と後ろにふわーってなんか行きそうなあれがあるんですよね。確かにこれ回るな。これ多分掴み直すなら早い方がいいかもです。確かにこれ回ってくるな。そうなんですよ、後半になってでも掴み直そうとするともうだいぶ指先になっちゃってるんで。ぶら下がってるだけなのか。それまでもう間もなく1分。いや全然だ、まだ40秒。あら、もうね、スマホのねタイマーだと僕のもう今の視力だと見れない。ここで50秒。
1分まであと10秒です。表情はおややややしんどさを感じ始めているか。さあこの一糸乱れぬこの体幹の安定感、ここでもう間もなく10、17、18、19、1分20超えました。 OK、 ブルーは超えてます。これはまあまあまあ4点はいくでしょう。この感じだとおこれは思った以上にブルーがちゃんと支えてないと怖いな。これって手が今ので余計なことをしてしまったということで終了。なるほど。さあただいまの記録がピンクが1分36秒。これね最高の余地ありだと思う揺れる回る滑るですこれ。ゴーラス。続いての種目は立位体前屈。これ一番良くない。そう今痛いからそう一番筋肉が収縮というか萎縮してる状態で、もうこれで痛いから今ここがもう痛い。ね、やっていこう。ブルーの挑戦だ。いきます。どうぞ。おお。17.5センチ。17.5です。5点。5点。あれ？これ簡単じゃないかこれ。意外といけるな。よし、行こう。ではピンクのタイミングでお願いします。ただいまの記録25.5センチ。5点だ。この種目で三連撃する人初めてかんかんかんダメって書いてないからな。確かに。さあ次が最後だ、はい、最後の種目は椅子ぐるぐるポージング。椅子ぐるぐるポージング。この回る椅子に座って10回転、はい、その後少し歩いて華麗にポージング。ポージング。ポージングの美しさによって0から5点のポイントが与えられる。筋力。これ筋力じゃない。三半規管もはや。あとポーズの美しさ。やっていく。多分ピンクは皆さんが思ってる以上に三半規管が弱いです。三半規管激弱だから一回転で気持ち悪いから。よし、それではよーいスタート。はい、10。カメラ左側ウィンドミルっぽい。グデーン出ちゃった、グデーン出ちゃった。ピンク、おえってなっちゃう。これは普通に気持ちが悪い次はブルーの挑戦だ。はい、もうダメだ、ピンクが満身創痍だ。ブルーの挑戦だ、はい、ではそれではやっていこうよーいスタート。自由。すごい自由自在だ。さあお、さらに帰り方も美しい。痛い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 。無理をするな、我々はもうボロボロだ。もう今日の一日分出し切ったっす。そうだ、私はもう本当にピンクが大ダメージ受けています。痛い。では得点を発表してもらう。ブルーが5点、5点、ピンク3.6点。そんな少数点計なんだ。微妙だ、なんか食べログでまあまあ美味しい店ぐらいだ。まあでもぶっちゃけ食べログだったら5より 3.6 の方がなんか信用ができると思います。リアリティがある、うん、疲れましたね。疲れたな。無理はするもんじゃないな。では
これで最後の種目は終了だ、はい、次回もステータス検証を行うのでお楽しみに。楽しみに。それでは来週もさあコーラス。ピンクさんはどんなスポーツが好きなの？ピンクは e スポーツ。ゲームだ。ブルーさんはね、野球とサッカーが好きらしいよ。定番だ。ベタなやつだね。来週は知力の検証をするらしい。ブルーさん一番ダメだよそれ。ピンクは得意だぞ。ゴー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 。頑張れ二人とも。またね。またね。決して話しやしない。走れ走れ走れ、俺たちだけのゴール。